映画スーパーヒーローのグッズの画像がちょっと更新されたんだけど、そこにやっぱブロリー出てたんで、やっぱあれブロリーだったんだね。できるかな再現服。あー、上変えようとするとバーが取れちゃうんだ、ゼノバース。これちょっと服上黒にしたかったんだけどな、スーパーヒーローみたいに。これか、これ系だけど服の上ないかな。あー、そうか、バーが切れちゃうのか、もうダメじゃん。 T シャツなかったっけな、黒の。これじゃあな、そうか、消えちゃうのか、バーが。もうダメだ。あ、なかったな。でも、黒い T シャツもなかったんだ。あー、できないか、スーパーヒーロー版のブロリー。ちょっとかっこよかったんだけどな。ないな。やっぱこれだな。これが一番近いな、やっぱり。遠目で見ると。でもバーがなくなっちゃうんだ。そうかそうか、じゃあダメじゃん。髪型もないのか。まあスーパーサイヤ人状態でいいか。こんな感じか、再現すると。うわー、バーがない、寂しいな。全身毛だとこうか。オーザルブロリー、これ赤くしたいな、フォーにしたいな。まあでもこれか、一番近いんは。しょうがない。あ、フォーは体あるのか。ていうか、もともとこれはあのスーパーサイヤ人のブロリー、これだ、このプロテクター、これのために作ったんだけど、スーパーサイヤ人版のブロリー。まあいいか、やっぱこれが一番いいな。これもバーがないんだけど。そうか、バー下半身だと思ってた。ごめん、これ没動画だけど一応出そうかな。ってことでスーパーヒーローにもブロリー出るみたい。